ひめかです。ねえだです。ゆこです。ひなです。アリアです。ピンク。ラテ。ディー。ビー。始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画はパレの私服紹介です。はい、それぞれ春らしさを出してきましたよね。はいはい。じゃあ紹介していきたいと思います。せーの、どうぞ。今日の春の私服コーデはこんな感じです。はい、じゃあまず上から紹介していきます。上はこの太めのカチューシャなんですけど、レースがついてて、これも春のトレンドです。チュールは今ちょっと流行りの紫を取り入れてみました。これは GU です。で、中の白のトップスはレース素材になってて、今レースも流行りなのでこれも取り入れてみました。で、やっぱりレースの下はって言ったらやっぱデニムかなと思ってデニムのスカートにしました。これはピンクラテです。細ベルトは今お気に入りなんですけど、この細ベルトでチュールを少しウエストアップをしました。白で統一感を出して、この靴もデニムとデニムと合わせて統一感を出しました。あとこのイヤリングは GU で買いました。アクセサリーとか金色にすると映えるって聞くのでそうしてみました。アリアのコーデは全身的にプチプラコーデにしてみました。なのでみんなにも真似しやすいと思います。バイバーイ。エコの私服はこんな感じです。まずエコはアクセ使いを今回は意識してみました。このイヤリングはゴールドで、このブレスレットも指輪も全部ゴールドにすることで顔周りが明るく見えるかなと思ったので、ゴールドアクセを中心にコーデを組んでみました。ジャケットなんですけど、ちょっとオーバーサイズでゆるっと見えるかなと思ったのと、あとベージュと中の薄い淡い紫が今の春っぽいかなって思って、寒すぎず暑すぎずみたいなコーデをしました。真似してほしいポイントは、このダボっとしたのに中は締めるっていうやつで、最近はゴツめのダットスニーカーっていうのが流行りでもあるし、エコの好きなポイントでもあるので、このアクセ使いと着こなしを真似してみてください。このイヤリングはスピンズで、このセットはグレイルで、これは忘れました。それでこれはグレイル、グレイルピンクラテイラーです。バイバーイ。今日の私服はこんな感じです。はい、まず上からブランドを紹介していきたいと思います。このカチューシャがウィゴーで、このジャケットは GU で、この中のトップスはグレイルです。そしてこのパンツがゴージュで、パンプスもゴージュです。そうですね、こだわったところは、その春って言ったらピンクっていうイメージがあったのでピンクにしたんですけど、今年流行ったベージュも入れたいなと思ってピンクベージュにしました。カチューシャと色を統一して、リップもブラウン味のある色で全部ちょっと統一しました。それでそれ以外は全部黒でまとめることによって、ピンクベージュとか膨張色でも締まったスタイルに見えるようにしました。首長効果を出したかったので、スカーフはもっと太いんですけど半分に折りました。みんなが真似できるポイントはカチューシャで、カチューシャはいろんなところに売ってるので真似しやすいと思います。あとちょっとピンクっていう可愛らしさを出してみました。真似してみてね。バイバイ。この春ならではのポイントはですね、この色です。なんか結構春っぽい色ってか、最近このピスタチオグリーンが流行ってて、個人的にもめっちゃ今グリーン着てるんですよ。マイブームで着てます。色が足が細く見える効果があるので、ぜひ真似してください。私が結構コーデを決めるときに大事にしているのが、
統一感と、あと結構カラーとかトレンド気にしながらも、必ず自分らしさを絶対一つ二つは絶対入れることを守ってますで、今回は結構レトロな感じにしたんですけど、ジーパンみんないろいろ持ってるから、そこに色を入れてあげるとかもいいと思います。それでは、ぽいちゃん今日の私の私服を紹介します。こんな感じです。今日つけているイヤリングは黄色色の星型で、すごく可愛いです。で、このトップスはベージュ色で、 T シャツでも春っていう感じになってます。この T シャツはジュニーラブさんで買いました。で、この上着はピンクラテさんで買いました。この後ろのフードがすごく可愛くてお気に入りです。スカートはラブトキで買いました。ミントグリーンの色ですごく可愛いし、あとここにチェーンがついているのですごく可愛いです。靴下は黄色で、このイヤリングと同じ色なので、そういう統一感で、靴はスキッチャーズさんで買いました。厚底なので、身長が低い子でも高く見えます。終わりです。バイバイ。はい、どうでしたでしょうか。よかったというぐらい、ありがとうございます。結構春はね、こういうおとなしい感じの色、確かにね、ピスタチオグリーンとかもトレンド、可愛いですね。え、そのめっちゃイヤリング可愛い。あ、本当、これピティさんにタンプレでもらったの。あ、そうなの。さっき紹介した。え、忘れてた。紹介し忘れ。アリアっていつも個性的なイメージ。ガーリーな感じ。プチプラコードな。プチプラコードな。でも最近私、ひめかちゃんのさ、私服がすごい好みでさ、どんどん大人っぽくなってくなって思って。でもなんか会うたび言ってくれるんですよ。大人っぽいなって。なんかエコのさ、こういう薄い感じの色めっちゃ好きなんだけど。はい。いや、かわいい。ね、マジで今回全員がめっちゃ好みだった。五、うん、人中さ、4人がデニム。本当だ。あれ本当だ。本当だ。フルデニムですね。あ、あ、大丈夫大丈夫。大丈夫。あ、あ、これこれ。一緒一緒。これは一緒。一緒。そうそうそう。まあ共通点あったから大丈夫。そう。まあ参考しやすいポイントも紹介したので、真似しやすいと思います。もし。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知をよろ